はい、こんにちはバンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。外貨建て MMF に興味があるんだけど、一体どんな商品なのという方にお話ししていきます。この質問はよくもらうんで、気になる方も多いと思います。そんな方に、この動画では意外と知られていない外貨建て MMF のメリットや外貨預金との比較を解説していきますので、 この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。それでは早速見ていきましょう。ではこのパートでメリットあり初心者向けに外科建て MMF を丁寧に解説という話をしていきますが先にこの動画の結論をお伝えします。外科建て MMF は安全性の高い 短期のの国債ななででで運用されれる投資信託で元本割れの心配がほぼいいという認識で、OK、外貨建て MMF は金利が多少つき特に代表的な商品であるドル MMF は米国の利上げが加速しているため利回りも上昇中またドル MMF は投資信託なので特定口座の厳選徴収ありなら証券会社が自動で 税金を処理してくれるため、確定申告の手間が、原則不要に。外貨預金だと、交わす最期は雑所得で要申告。この結論をもとに、実はいろいろなメリットがある。外貨建て MMF を丸ごと解説ので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが、外貨建て MMF とは何なのか。一般的な説明を読んでみると、外貨建て MMF とは、外貨で運用される投資信託の一つで、 MMF はマネーマーケットファンドの略です。主に米ドル建ての商品があります。格付けが高い、短期の国債や地方債、社債などで運用されるため、比較的安全性が高く、その通貨の金利水準が運用成績に反映されます。売買手数料はかかりませんが、円から外貨、外貨から円に交換するための為わす手数料が必要です。また、保有期間中には、信託報酬がかかります。うん。 イメージとしてはこのように安全性の高い短期の国債や社債などが袋詰めになって運用される投資信託だと思えばいいでしょう。安全性の高さが売りなので元本割れの心配がほぼないという認識で OK ですが、為替リスクはあるので購入時より円安になった際は為替の利益、円高になった際は為替の損失が発生します。そんな外貨建て MMF の中でも特に 代表的な商品である、米ドル建て MMF、通称ドル MMF について詳しく知っておきましょう。ドル MMF は10ドルからと手軽に購入可能で、いつでも売却ができます。また、MMF のような国債や社債を組み合わせた投資信託を、高社債投資とも言いますが、同じ高社債投資として、似た商品である MRF と呼ばれる商品もあります。 両者は比較的似ていますが、MRF の方がより短期の再建を組み入れていたりします。ただ、今回は、まず MMF をきちんと理解しておきましょう。そうしたら、実際にドル MMF をチェックします。楽天証券のトップページから、その他商品を押すと、外貨建て MMF があるので、こちらを押します。はい、そうすると、外貨建て MMF の注文画面になりました。今回注目したい。 ドルの MMF があるほか、トルコリラや南アフリカランドなどの高金利通貨の MMF もあります。じゃあ、実際の商品を見ながら、ドル MMF のメリットをお話していきますが、まずはマルチ、金利が多少つく、先に楽天証券で取り扱っているドル MMF を紹介すると、ゴールドマンサックスと日光アセットマネジメントの2種類のドル MMF を扱っています。 ちなみにまた後で紹介しますが GS ゴールドマンサックスのドル MMF は米国株や米国 ETF を買う際の外貨決済にも当てられる特徴がありますではこれらのドル MMF の利回りを見てみると現状 GS は年2.496%日光は年2.273%となっていますちなみにこの利回りの算出方法は 直近7日間の平均かつ税引き前のドルベースとなっているためやはり先ほど話した通り為替リスクの影響は受けます MMF の利回りは中央銀行の政策金利によって変化するので米国の利上げが加速している現在ドル MMF の利回りも上昇していますこの利回りの分かりやすい比較としてコロナショックの時の2020年3月頃のドル MMF のスクショも取っておいたので載せておきます これがまた興味深く、GS は年0.007%、日光は年0.943%と、今よりだいぶ低いことがわかります。この時は、米国もほぼゼロ金利だったので、連動するドル MMF の利回りもかなり低かったんですが、そのため、ドル MMF も今の高い金利がずっと続くとは限らず、コロナショックの時のように、ほぼゼロ金利となる可能性もあると思っておきましょう。 また、先ほどちらっと話したので紹介しておくと、楽天証券では GS のドル MMF は買い付けに使えます。例えば、こちらは、米国 ETF を購入する際の決済方法の選択画面ですが、外貨決済を選ぶと、ここに、米ドル建て MMF、GS を買い付け代金に充当することが可能と書いてあるので、楽天証券にて、米国株の買い付けに当てることも考えるなら、 GS のドル MMF を選ぶのがベターです。また、MMF の金利はどう受け取っているかも話しておくと、例えば僕が保有している GS のドル MMF 約70ドルだと、現状約2%の利回りがつくとして、70ドル ×2% 割る12ヶ月イコール1ヶ月分の利息0.11ドルが確かに未収分配金として表示されています。このようにドル MMF において、 金利は毎月もらえるんですが、未収分配金を受け取ることはできず、月末に自動で再投資となりようです。 あとは、ドル MMF の手数料もお伝えしておくと、まずはこの部分に書いてありますが、買い付けの手数料や、解約の手数料はかかりません。ただし知っておいてほしいのは、運用管理費用、つまり投資信託でよく聞く、年間の保有コストである信託報酬で、例えば GS のドル MMF だと、信託報酬は上限として年 0. 7、年0.7%がかかります。 年0.7%と聞くと少し高く感じるかもしれませんが、これはあくまで上限なので、実際はもう少し低いのかもしれません。で、その信託報酬を差し引いた後のリターンで年間産の利回りが表示されているので、現状の GS の年利である2.496%は、既に手数料を引いた後のリターンであると覚えておきましょう。また、ここには書いてないですが、別途買わず手数料がかかります。 楽天証券は片道25銭で SBA 証券は有名ですが、スミシン SBI ネット銀行の外貨積み立てを利用すると最低水準である3銭で両替ができます。それでは先ほどのドル MMF のメリットの続きを紹介するとメリットの丸に為替再起の申告が不要。これは外貨預金と比べた時のメリットで例えば米国 ETF で受け取るドル配当をそのままにした際に 円安に傾いて2000円の為替裁期が発生したとすると、その為替裁期は雑所得になります。まあ、年末調整した会社員は、為替裁期が20万円以下なら原則、確定申告は不要となるんですが、年間での為替裁期を気にしないといけないのはやや面倒でしょう。しかし、ドル MMF は、 最初にお話した通り、投資信託なので、e m a x s スリム米国株式など、他の投資信託と同じように、特定口座の源泉徴収ありなら、証券会社が自動で税金を処理してくれるので、原則確定申告が不要になります。この特定口座の源泉徴収ありについては、概要欄の関連動画を見てください。なので、例えば、 後輩と ETF で受け取ったドルをしばらく証券口座に置いておくなら、そのドルを使ってドル MMF をすぐ買い付けするのがいいでしょう。そうしたらここでよく聞かれるドル MMF と外貨預金をまとめて比較しておきます。これは楽天証券に分かりやすい比較表があったので、上から見ていくと、まず為替の手数料はドル MMF の方が比較的安いが、ドル MMF は他の手数料として信託報酬などがかかる。 あとは売却、為替再起にかかる税金も見ておくと、ドル MMF は国内株式や投資信託との損益通算も可能。これも地味にメリットです。一方の外貨預金は、先ほど触れた通り、為替再起が雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となるし、損益通算もできません。その他大事な点として、元本の保証は、ドル MMF はないけど、外貨預金はある。 これはドル MMF はほぼ安全資産なんですが、元本割れのリスクがゼロではないという意味です。あとは資産の保護について、ドル MMF は証券会社の分別管理が適用されるため、万が一証券会社が破綻した場合でも、ドル MMF の資産は保全されます。しかし、一方の外貨預金は預金保険制度の対象外なので、銀行でよく聞く元本1000万円までの預金保護もありません。 このように、為替手数料や、為替再起の処理の落差、万が一の資産保護で考えると、外貨預金より、ドル MMF の方がメリットがあるでしょう。ただ、ドル MMF は、元本保障がない点が気になったと思いますが、そうは言っても、元本割れの心配は、ほぼないという認識でいいでしょう。 過去を振り返ると、2001年のエンロン事件という、かつて世界最大手のエネルギー販売会社だったエンロンが、倒産した際に、エンロンの社債を組み入れて、運用していた MMF の一部が、元本割れを起こしましたが、これは稀なことであると考えていいと思います。 そもそも外貨建て MMF はこのように様々な国債や社債などが袋詰めになっている投資信託で分散投資が効いているため円論のような大規模な事件が起こった場合でも損失率はごくわずかのようでしたからやはり元本割れについてはそこまで心配しなくてもよろしいかと思います。 また、ドル MMF と外貨預金の比較で大事な利回りも見てみると、こちらもドル MMF の方が優勢です。こちらはここまで見てきた GS の現状の利回り2.496%ですが、同じ時期における楽天銀行の外貨普通預金で見てみると、預け入れ2年でも1.7%なので、ドルを使わずに一旦プールするなら、外貨預金ではなくドル MMF で置いておくのがいいことになります。 ちなみに、これも知っておいてほしいんですが、証券口座の外貨残高にドルを置いてても利息はつかないので、やはり、後輩と ETF などで受け取ったドルをしばらく保有するなら、ドル MMF にすぐ変えておくのがベターでしょう。ただし、外貨建て MMF についてある程度調べると、ドル MMF にも繰り上げ償還の恐れがあるんじゃないか、気になった人もいると思います。 確かに2020年のコロナショック以降は世界的な金利低下の影響もありカナダドルや豪ドルニュージーランドドルの MMF などは繰り上げ償還となったことがありますただし米ドル建ての MMF に関してはそもそも他の通貨と比べて運用対象となる市場の厚みが異なるので他と比べて繰り上げ償還の可能性はかなり低いとは思います それにもし万が一繰り上げ召喚があったとして、その際に為替で損失が出たとしても、先ほど紹介した損益通算は可能なので、そこまで深刻に捉えなくてもよろしいかと思います。そうしたら最後に債券 ETF とドル MMF ならどちらがいいかをお話しして終わりとします。例えば債券 ETF の代表格としては、こちらの BND、ヴァンガードトータル債券市場 ETF があるでしょう。 米国の債券市場、全般の動きと連動する ETF で、BND の経費率は年0.03%なので、年間の保有コストではドル MMF より優位性はあると思います。ただし、BND の直近の配当利回りは年2.7%なので、これは現状、ドル MMF と大差はありません。あとは、値動きをどう考えるかで、過去15年間の BND のチャートを見てみると、堅実にゆっくり、コツコツと上昇をしていた反面、最近は米国の利上げの影響を受けて下がっています。これがドル MMF だと値動きがほぼないので、その点をどう捉えるかによるかと思います。ただし、やはり、長期運用を前提とするなら、BND やドル MMF より、VTI のような米国株の方がもちろん、 圧倒的なリターンを誇るので、ドル MMF をメインの投資先にするより、配当などのドルを一時的に置く際に有力な選択肢になると思います。いずれにしろ、ドル MMF のメリットが思ったより大きいことが分かったので、気になる方はぜひ試してみてください。はい。では今日のまとめです。外貨建て MMF は安全性の高い短期の国債などで運用される投資信託で、元本割れの心配が ほぼないという認識で OK。外貨建て MMF は金利が多少つき、特に代表的な商品であるドル MMF は米国の利上げが加速しているため、利回りも上昇中。またドル MMF は投資信託なので、特定口座の厳選徴収ありなら、証券会社が自動で税金を処理してくれるため、確定申告の手間が原則不要に、外貨預金だと、 カワスサイキは雑所得で要申告はい、こんなところですね。また分からないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そして、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ、いいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。